チャールズ・シャノンは、イギリスの画家、版画家である。肖像画で知られ、作品は、ナショナル・ポートレート・ギャラリーなどに収められている。リンカン・シャーのスリー・フォードに、聖職者の息子に生まれた。ロンドンの美術学校、シティ・ギルズ・オブ・ロンドン・アート・スクールで学び、そこで生涯にわたる友人で、一緒に活動することになるチャールズ・リッケッツと知り合った。 15世紀のベネツィア派の画家、ジョルジョーネなどの作品から影響を受けた。リッケッツが相続した遺産をもとに、1889年に、リッケッツと美術雑誌、ザ・ダイヤルを創刊し、ラファエル・ゼンパや、象徴主義の美術を援護する活動を行った。雑誌は1897年に発行を止めるが、リッケッツと1893年に出版社、ベール・プレスを創立した。 この出版社は、シャノンやリッケッツが、活字をデザインし、挿絵を描き、想定もいった80冊以上の書籍を出版した。詩人、ジョン・ヘンリー・グレイや、オスカー・ワイルドの作品を美しい書籍で出版した。1899年に出版社は火事に遭い、リッケッツは、出版量を止めた。1900年のパリ万国博覧会でシャノンは、銀賞を受賞した。 1898年に設立された国際彫刻家、画家、版画家協会の会員になった。美術収集家としても絵画や骨董品、日本の版画などを収集し、そのコレクションの大部分はケンブリッジ大学の施設であるフィッツ・ウィリアム美術館に収蔵されている。1928年に絵を飾っている時に転落事故を起こし、頭を傷つけ、障害が残り、 芸術活動を続けられなくなった。ありがとうございます。